ーとデュエルさせろ。いよいよデュエルの時間だ。フィールド魔法スピードワーグセットオン。フィールドワーグ持つオートパイロットスタンバイ。運命のパターが現れ、カウントダウン。いざライティングデュエル、アクセラレーション。先行はもらった。俺のターン。俺は手札からレイドラプタースカルイーグルを召喚。マジックカードレイドラプタースコールを発動。敵から透明モンスター1体を特殊召喚する。2体のスカルイーグルでオーバーレイ。エクシーズ召喚。現れろランク3レイドラプターズデビルイーグル。召喚素材となった2体のスカルイーグルのモンスター効果発動。デビルイーグルの攻撃力を1体につき300アップする。俺はカードを1枚伏せてターンエンド。俺のターン。手札よりシールドウィングを守備表示で召喚。カードを3枚伏せターンエンド。貴様を倒す。敵か味方を決めるのはその後だ。俺のターン。デビルイーグルの攻撃。だがシールドウィングは2回まで戦闘では破壊されない。俺はカードを1枚捨ててターンエンド。俺のターン。モンスター1体を墓地へ送りクイックシンクロンを特殊召喚。レベル2のシールドウィング、レベル5のクイックシンクロンをチューニング。やはりな。集いし叫びが児玉の矢となり空を裂く。光さす道となれ。シンクロ召喚。見てよジャンクアーチャー。さらにデビルイーグルのモンスター効果発動。オーバーレイインストを一つ使い場の特殊召喚されたモンスター1体の攻撃力分のダメージを与える。トラップカードオープン。バーストシンクロサボ。このターン効果ダメージを一度だけゼロにする。黙れ。リバースカードオープン。連続トラップ。レイドラプターズロックチェーン。ロックチェーンは1ターンに1度自分の場のレイドラプターズの攻撃力の合計より高い攻撃力のモンスターを相手が特殊召喚したときその表示形式を変更する。何？さらにこの効果でゼロにした効果ダメージの数値と同じ攻撃力を持つシンクロモンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。ビデオジャンクウォーリアージャンクアーチャーの効果発動。1ターン1度相手モンスターをこのターンのエンドフェーズまでゲームから除外できる。なんだと。ディメンジョンシュート。貴様ここは臆さず攻める。ジャンクウォリアープレイヤーにダイレクトアタック。ブラックビスト。ランクアップマジックレイドフォースを発動。ランク3のレイドラプターズデビルイーグルを素材として1ランク上のレイドラプターズをエクシーズ召喚する。来るか。至福の早草よ。逆境の中で飛び澄まされし爪を上げ反逆の翼ひるがえせ。ランクアップエクシーズチェンジ。ランク4レイドラプターズダイスファルコン。俺はライスファルコンのオーバーレイミストを一つ使い相手の場にいる特殊召喚したモンスターの攻撃力の合計を自らの攻撃力に加える。
ライズファルコン攻撃。すべての敵を引き裂け、フレイムクローレボリューション。トラップカードガードブロック発動。相手モンスターの攻撃によってダメージを受けたとき、プレイヤーへの戦闘ダメージをゼロにし、カードを1枚ドローできる。くそ。エンドフェーズでライズファルコンの効果終了。攻撃力は元に戻る。俺はカードを1枚捨ててターンエンド。いくぞ、俺のターン。マックスウォーリアーを召喚。俺は戦士族のマックスウォーリアーをリリースして、ターレットウォーリアーを特殊召喚。ターレットウォーリアーの攻撃力はリリースしたモンスターの攻撃力分アップする。マックスウォーリアーの攻撃力は1800よって、ターレットウォーリアーの攻撃力は3000となる。ロックチェーンは1ターンに1度、自分の場のレイドラプターズの攻撃力の合計より高い攻撃力のモンスターを相手が特殊召喚したとき、その表示形式を変更する。トラップ発動、荒野の大竜巻。マジック、トラップゾーンに表側表示で存在するカードを1枚破壊する。アレットウォーリアーで攻撃、リボルバーショット。速攻魔法、ランクアップマジック、エスケープフォース発動。バトルを無効にし、攻撃対象となったライズファルコンよりランクが1つ高いモンスターを攻撃表示でエクシーズ召喚する。どうもならハヤブサよ、激戦を切り抜けし、その翼ひるがえし、予測の敵を打ち破れ。ランクアップ、エクシーズチェンジ、現れろ。ランク5、レイドラプターズ、ブレイクファルコン。ターンエンド、俺のターン。俺は手札から装備魔法ラプターズアルティメットメイソを発動。ブレイズファルコンに装備し、攻撃力を1000ポイントアップさせる。ブレイズファルコンのモンスター効果、オーバーレイユニットを1つ使い、敵が特殊召喚したモンスターを破壊し、1体につき500のダメージを与える。ブレイズファルコンでダイレクトアタック。俺はカードを1枚捨ててターンエンド。これ以上お前の思い通りにはさせない。俺のターン。スピードスペルシフトダウン発動。シフトダウンの効果でカードを2枚ドロー。カードブレイカーはフィールド上のマジック、トラップカード1枚を破壊することで、手札から攻撃表示で召喚することができる。またとは何だ。ここはかけるしかない。俺は右側のカードを破壊。スピードスペルエンジェルバトン発動。デッキからカードを2枚ドローし、手札1枚を墓地に置く。さらにカードブレーカーリリースし、レベル5のサルベージウォーリアーをアドバンス召喚。このカードはアドバンス召喚に成功した時、墓地または手札からチューラーモンスター1体を特殊召喚できる。ジャンクシンクロを特殊召喚。レベル5のサルベージウォーリアーにレベル3のジャンクシンクロをチューニング。集いし闘士が怒号の魔人を呼び覚ます。光さす道となれ。シンクロ召喚、粉砕せよジャンクデストロイヤー。ジャンクデストロイヤーの効果発動。シンクロ召喚に成功した時、シンクロ素材としたチューナー以外のモンスターの数だけフィールド上のカードを破壊できる。タイダルエナジー。ジャンクデストロイヤーでダイレクトアタック、デストロイナック。
無駄だ。トラップ発動、ネクロラプター。相手のモンスターのダイレクトアタックによるダメージをゼロにし、墓地からレイドラプターズ1体を特殊召喚する。壊された。俺が呼び戻すのはレイドラプターズ、ブレイズファルコン。カード1枚です。ターンエンド。俺のターン。レイドラプターズネクロバルチャーを召喚。そしてネクロバルチャーをリリースして効果発動。墓地からランクアップマジックを手札に加える。手札からランクアップマジックレイドフォースを発動。ブレイズファルコンを素材に1ランク上のレイドラプターズをエクシーズ召喚する。誇り高き早押さよ。英雄の血潮に染まる翼ひるがえし、革命の道を突き進め。ランクアップエクシーズチェンジ。ランク6レイドラプターズエボリューションファルコン。モンスター効果発動。エボリューションファルコンはレイドラプターと素材としてランクアップしたとき、相手が特殊召喚したモンスター1体を破壊し、その攻撃力の半分のダメージを与える。革命の炎で奴の正体を炙り出せ。墓地のダメージイーターの効果発動。効果ダメージを無効にして、その数値分のライフポイントを回復する。バトルだ。行け、エボリューションファルコンと攻撃。エボリューションエアイド。ターンエンド。俺のターン。今の俺の手札に逆転の一手はない。ロードランナーを守備表示で召喚。ターンエンド。俺のターン。殲滅しろ、エボリューションファルコン。なんだこのカードは。攻撃力1900以上のモンスターと戦闘では破壊されない。俺はカードを1枚捨てて、ターンエンド。俺のターン。カードを1枚捨て、ターンエンド。俺のターン。いけ、エボリューションファルコン。レボリューショナルエアレイド。トラップ発動、クズ鉄のかかし。マジ、このカードは相手モンスター1体の攻撃を無効にし、発動後再びフィールド上にセットできる。トラップカードオープン。捨て身の法則。自分フィールド上の攻撃表示モンスターの攻撃力の合計が相手モンスターの攻撃力を下回っていた場合、カードを2枚ドローできる。そしてこのターン、モンスターの召喚と表示形式の変更はできない。俺はカードを1枚伏せて、ターンエンド。俺のターン。早く来い。俺には貴様の他に倒す相手が山ほどいる。シンクロエクスプローラーを召喚。このカードの召喚時、自分の墓地に存在するシンクロンと名のつくモンスター1体をモンスター効果を無効にして特殊召喚できる。クイックシンクロンは特殊召喚できる。このモンスターはシンクロンと名のついたチューナーの代わりにシンクロ素材とすることができる。レベル1ロードランナーをレベル2シンクロンエクスプローラーに、レベル5クイックシンクロンをチューニング。
はしない。起床せよ、スターダストドラゴンスラッシュマスター。なんだと。なぜだ。俺のトラップもバスターモードだ。お前のバスターモードと同様に、スターダストドラゴンスラッシュバスターは高ターン戦闘で破壊されない。そんなものは一時しのぎに過ぎん。ターンエンド。俺のターン。いい答えだカーブたちよ。手札からスピードスペルエンジェルバトンを発動。カードを2枚ドローし、手札から1枚墓地に送る。迎え撃てアサルトソニックバーン。トラップカード高速速攻。この効果により手札にある速攻魔法を発動できる。俺は速攻魔法ランクアップマジックバトルアップフォース発動。相手が攻撃するとき、俺の場のサテライトキャノンファルコンをランクが2つ高いモンスターをエクシーズ召喚する。究極思考のハヤブサよ、あまたなる砲友の意志を継ぎ勝利の天空へ飛び立て。ランクアップエクシーズチェンジ現れろ。ランク10エンドラプターズアルティメットファルコン。こいつは俺は墓地に存在するモンスター AD チェンジャーをゲームから除外。スラッシュバスターを攻撃表示に変更する。カードを1枚伏せターンエンド。アルティメットファルコンはレイドラプターズを素材としてランクアップしたターンのエンドフェーズに相手の場の全てのモンスターの攻撃力を1000下げる。俺のターン。俺は装備魔法レイドラプターズアイアンハートをアルティメットファルコンの装備し攻撃力を500上げる。バトルだ。アルティメットファルコンで攻撃。ファイナルグロリアスブライト。バスターモードが破壊された時よみがえれスターダストドラゴン。何度蘇ろうと墓場に叩き落としてやる。基地をくぐり抜けてきた回数は貴様などには負けん。俺はターンエンド。来たか。トラップカードミラクルルーカス発動。俺のスターダストはこのターン2回目の攻撃ができる。スピードスペルファイナルアタック。スピードカウンターが8以上あるときモンスター1体の攻撃力を2倍にする。貴様響けシューティングソニック。それが狙いなら残念だったな。ワップ発動逆境。相手モンスターより攻撃力が低いモンスターが攻撃を受けたときその破壊とダメージを無効にし攻撃力を1000ポイントアップさせる。トラップカードオープン。シンクロヘイロー。シンクロモンスター1体が戦闘で相手モンスターを破壊できなかったときそのシンクロモンスターは攻撃力を2倍にしもう一度攻撃することができる。